革靴欲しいんだ。そしたらね、いいのあるんだよ。はい、ということで皆さんこんにちは。靴磨き芸人のスバルの奥野と申します。よろしくお願いします。今回はですね、以前コメントいただきまして、新社会人におすすめの革靴、こちらを教えていただければというコメントをいただきましたので、今回そちらのご紹介をさせていただければと思います。はい、それではですね、もう早速おすすめの革靴ご紹介させていただければなと思うんですけれども、その革靴がこちらにございます。革靴になるんですけれども、見てください、かっこいいでしょこれ。内バネのストレートチップの靴になっておりましてね、かっこいいでしょうね。はい、こちらがですね、動画でもたびたび登場しているスコッチグレインの革靴になるんですね。で、初めての革靴こちらを買うってなると、やっぱりスコッチグレインが一番おすすめなんですよ。まあね、革靴になるといろいろブランドあるでしょう。まあリーガルをはじめとしていろいろブランドあるんですけれども、その中でもなぜスコッチグレインが一番おすすめなのかっていうことを今回動画でご紹介させていただければなと思います。さあ、ということで解説していきたいと思うんですけれどもですね、まず一番最初に購入する本格紳士靴になりますとですね、せっかくそこそこなお金を出して買うもんなのであれば、やっぱりそれなりの年数履きたいですよね。ということでおすすめができるのがこのスコッチグレインの靴になるんですけれども、なぜそこまでおすすめなのかっていうとですね、まず革質がめちゃめちゃいいんですよ。っていうのもこの革っていうのは世界中のタンナーから革を買い付けて、こういった形に靴にするんですけれども、そのですね、革を買い付ける段階で職人でもある社長が直接現地へ赴いて革を実際に見て、この革質ならいいなっていうことで買い付けて靴にするみたいなんですよ。なのでしっかりと目を引いた社長さんがですね、いい革を買い付けているので、革質はもう間違いないんです。で、もう一つ靴の革質のことを言うとですね、スコッチグレインがレギュラーで展開しているこの革靴っていうのは全て銀面が加工されていないものになるんですね。で、他の靴ブランドさんだとどうなのかと言いますと、ちょっと安いグレードのものになると銀面を塗料だったり樹脂だったりで覆っているガラスレザーっていうのを用いていることもあるんですね。で、ガラスレザーだと何がいけないかっていうと、靴の表面に加工してしまっているので靴のクリームとかが染み込みにくくなっているんですよね。そうするとどういうことが起こるかっていうと、靴の経年変化っていうものが楽しめなくなってくるんですよ。ちなみに先ほどからの銀面銀面って言ってるんですけど、これ何かっていうと、革のこういった表面のことを銀面って言うんですよ。これなんで銀面っていうかっていうと、その昔アメリカ人がですね、革の表面のことをグレインサイド、革の表面をグレインサイドって言うんですね。で、そのグレインがグレイン、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 っていうように銀ってなったんですよ。で、銀の面。だから、銀面。おーやー、銀面っていう風になってるみたいなんですよね。で、他の靴ブランドだと、ガラスレザーを使った靴っていうのがあるんですね。ただ、スコッチグレインがレギュラーで展開している靴に関しては、すべてガラスレザーだったりのような、こういった銀面に加工している靴、そういったものは扱ってないみたいなんですね。なので、初心者が選んでも、間違いない靴選びができる。長く履ける靴を安心して選ぶことができる。そういった点で、革質がいいということで、スコッチグレインをお勧めしているんですね。で、さらにスコッチグレインはですね、こういった形でグッドイヤーウェルト製法を採用しているので、もし靴底が減ってしまったとしても、ソールをガバッと取り替えることができる。なので、靴自体は長く履くことができるんですよね。で、さらにこのスコッチグレインっていう靴のブランドは、東京墨田区で靴を作っている日本のブランドなんですね。なので、日本人の足の形に合わせた靴作りをしているっていうのも魅力の一つです。ヨーロッパの上質な革を使ったとしても、それが日本人の足に合わなければいい靴とは言えない。そういった信念のもと、日本人の足の形に合わせた靴を作り続けているということなんですね。いやー、かっこいいですね。やっぱり日本製のものってやっぱり愛着が湧きますよね。さらにですね、このスコッチグレインは靴の表面だけじゃなく、靴のこの中にも力を入れているらしくて、この靴の中の革がですね、バングラデシュから輸入している革を使っているらしくて、より自然の風合いに近い革を使っているということなんですね。そうするとどういうことが起きるかっていうと、歩いてるとこの汗かいたりするじゃないですか。そういう汗とかをこの靴の中でよく吸収してくれるみたいなんですよ。そうすると靴の中が蒸れにくい、そういうところまで配慮して作ってあるんですね。さすが細かいところまで気の利く日本の製品っていう感じですよね。さあ、さらにそしてですね、スコッチグレインでは雨用の靴っていうのも販売しておりまして、普通ですね、雨用の靴ってなるとゴムを使って革っぽく見せてあったりだとか、合皮だったり上に加工がしてあったりとか、あとはゴアテックスを使ってあったりだとか、
そういったことで雨を防ぐっていうような靴が多いんですけれども、スコッチグレーンはそういったことではなくてですね、雨用の靴シャインオアレインっていう靴なんですけれども、シャインオアレインもですね、銀面に何も加工がしてない靴になってます。で、何も加工がしてない靴を雨の日に履いて大丈夫なのかっていうふうに思われる方もいるかもしれないんですけれども、この革を作る段階でですね、フッ素を革の中に染み込ませるんですね。そうすると、そのフッ素に雨を弾いてくれる効果があるみたいなんです。で、そのフッ素を染み込ませているものの、革の上には何も加工がしてないので、革の上からクリームをつけたりだったりしても、しっかりとクリームが革の中に浸透する、そういった靴を出しているんですね。革の中にフッ素を入れるってなると、多少値が張るらしいんですけれども、雨の日もスコッチグレーンを履いてほしいっていうことから、そういった靴を作っているみたいなんですね。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。新社会人だったり、初めの一足におすすめの靴はこちらのスコッチグレーンをおすすめいたします。スコッチグレーンをしっかりとケアしながら10年いや20年長く履いて付き合ってみてはいかがでしょうか。さあ、本日も動画ご視聴いただきましてありがとうございました。靴磨きっていいなと思った方はこちらのチャンネル登録ボタンと高評価ボタンをクリック。本業のお笑いの方は下にある Twitter で告知しておりますので、こちらのフォローもよろしくお願いします。それではチャンネル登録と Twitter のフォローよろしくお願いします。